疲れ様です。母親の墓参りかと思ってたがな。園田さん、いいのかここで。はい、お墓の前にしようかとも思いましたけどね。でも今母さんに何を報告するのかって考えたら違うなって思って。僕はまだやることが残ってますから。あ、俺も同じだ。今シンジに告げに行くことは何もない。俺にはまだやることが残ってるからな。決して勝てない敵か。どんな相手なんでしょうね。さあな。だが関係ない。俺はもう目を背けないと決めたんだ。どんな相手だろうと変わらない。まずはこの目で見てやるさ。まずは見てやれか。そうですね、一緒に行きますよ。僕も。ああ、来たか。ボンに着る。よく来たな。用は済んだのか。じゃあな。ご機嫌。依頼を受けていただけますか。それで。助かる。ロードワークの量を増やしたんで栄養も補強したくてな。そこで鉄分多く含むというレバーを用意したんだが、いつものように茹でるだけではさすがに味気ない。そこでレバニラ炒めを作りたいんだ。作り方は調べたんで手伝ってくれないか。頼もしいな。好物だったか。一応血抜きやらの下ごしらえはしておいた。あとはレバーに火を通しニラともやしを炒めれば完成らしい。うまいじゃないか。下ごしらえに手間をかけたのが良かったのかもしれん。ボクシングもゴングが鳴る前に勝敗は決まっているというが、それと同じだな。すまん。もちろんお前の腕前あってこそだ。俺も見習わなきゃならん。しかしトレーニングやらで覚える時間が鉄鍋に重りをくくりつけてくれば、
トレーニングも兼ねて一石二鳥か。準備できてる？行き先なんだけど、ポロニアンモールにしない？ライトアップとかされてて、結構いい感じらしいよ。おー！いつもと全然雰囲気違う。ポロニアンモールもやるじゃん。なんかワクワクしてきた。行こ。寒いからもう少しくっついちゃったりして。あっちも綺麗。どこもカップルだらけだったね。そうだ、忘れないうちに。なんかちょっと恥ずかしいかも。それよく聞くんだ。昔おばあちゃんに作り方習って。寒いから体大事にしてね。クリスマスになったよ。なんかさ、クリスマスってすごいんだね。去年までは何とも思ってなかった。普通に楽しい行事ってだけ。ケーキとチキンを家族で食べて、プレゼントもらって、朝起きると枕元に置いてあるの。いまだにサンタさん来たとか言って。そういうのも楽しいけど、今年はちょっと違うっていうか。なんか暑くなってきた。汗かいて風邪ひいたらどうしよう。寒くならないようにもっとそばに行っていい？時間か。帰りたくないな。帰りたくないな。なんてね。てか明日も学校だしね。制服だからいいって問題じゃないよね。帰んなきゃダメだよね。
さて、今日もいただくとしますか。やっぱこれだよな、俺がこの町を捨てられるかっての。先生、今頃九州か。結婚してんのかな。おーい、ダメ、それはダメ。味玉、それは俺の命玉、渡さねえ。ああ、やっぱお前といると飽きねえわ。と言いつつ、彼女欲しい。おーし、じゃあナンパだな、ナンパ。今日行く？これから行っちゃう？ああ、いやいや、そうじゃなくて、俺さ、あれから考えたんだ。エミリがいなくなって、寂しいは寂しいけど、俺、かっこ悪いなって方が大きくて、エミリが好きだったのか、先生と恋愛してるのが好きだったのか、すげえ考えて。でも、わかんなかった。一個だけわかったのは、お前が、友達ってことだよ。はず、恥ずかしい、寂いんだよ、畜生バカ。で、これやる。それさ、俺が作ったの、お前に合うかなって考えてさ。お前おしゃれ心が足りねえからさ、補い合うっての。親友っぽくね。まあよろしくの印だよ。我は汝、汝は我、汝ついに真実の絆を得たら、ここに魔術師の力はその才能を開かれたり、今こそ我ら汝に与え魔術師の究極なる力、汝がうちに満たされんことを。もう男相手に無駄に緊張した。味玉追加で、10個追加で。帰ったか。ありがとうございます。すみません、わざわざ来てもらって。それは僕と勝負してください。今ここで。今度の相手は先輩の中にいたって言ってましたよね。だったら先輩と手合わせすれば僕がどれくらいやれるかわかるかもと思って。母さんの仇を取るために隠れてずっと特訓してました。一人で槍を振ってる時だけは辛いことを忘れられたから。でも今は違います。僕は生きるためにこの力を使いたい。
あとは僕がやるって言っちゃったし、僕が勝手にした約束ですけど。とにかく先輩に今の僕を見てほしいんです。もちろん怪我したら元も子もないので、僕はこれを使いますね。先輩はこれを。ありがとうございます。じゃあ本気でお願いします。じゃないと意味がないですから。ここって星がよく見えるな。やっぱり先輩はすごいや。乾杯です。自分の実力がよくわかりました。はい、精一杯やりました。こんなに差があるなんてやっぱり悔しいですけど、これから先輩がどんな答えを出すかは分かりません。でももしまだ時間があるならできるだけ鍛えてみたいと思います。だからまた挑戦させてもらえますか。そうですね、簡単に決められませんよね。それでも僕にできることはやっておこうと思います。僕はここが好きです。この寮に来てからたくさん思い出ができました。楽しいことも辛いことも。生きるってそれを全部持って前に進むことのような気がする。僕には帰る場所がないなんて思ってたけど、それは誰かに用意してもらうものじゃない。僕が前に進むための場所が僕の帰る場所になるんですね。ここへ帰って来られるように戦うことは、新垣さんの言葉に応えることだって信じてます。寮の人たちみんないろんな理由でここにいるんですよね。だったら僕も頑張らなきゃ。先輩や皆さんが僕にそう気づかせてくれたから。夜の屋上は好きなんですけど、12月はやっぱり冷えますね。中でもう少しお話いいですか。今日の反省点とか忘れないうちにまとめたいし。あ、そうだ、ついでにハンバーグに会ってってください。冬になったせいか毛がふわふわになって可愛くて。ようこそベルベットルームへ。ペルソナの登録ですね。上書きしてよろ、登録完了でございます。さあ始めましょう。これまでの歩みでございます。
こちらでよろしいです。内なる力をおやめになりますか。同じのにして正解だね。あ、魚で思い出した。あのさ、この間ふっと思ったんだけど、この辺海ばっかなのに私たち旅行でも海行ったでしょね。落ち着いたらさ、次は山とか高原とか行ってみない？鹿とか出るようなとこでお昼食べるのどう？いきなり何？二人でとかそういうつもりじゃなかったんだけど。あ、別に嫌なわけじゃなくて、まだ心の準備ができてないっていうか、そのって何言ってんの私。でも、もし二人で出かけられたらきっと楽しいよね。お弁当作ったりしてさ。こう見えても私なかなかの腕なんだから、期待していいよ。こんな風に旅行の計画を考えるの久しぶりでワクワクするかも。あなたと一緒にいるとね、なんていうのかな、一人じゃないなって感じるの。そりゃ友達とかはいるし、寮のみんなだって大事だよ。でもね、私って誰といっても心のどっかで私は私っていうか、家庭のせいかな、なんか気づくと一歩引いてるの。でも最近はそういうのなくて、あなたのおかげかもね。ごちそうさま。長いしちゃったね。そろそろ出よっか。君か、おかえり。私は純平くん、
おう、ふうかちゃん。何してるの？こんなところで。まあ、ちょっとな。最近よく来ちまうんだよ、ここ。そのスケッチブック、もしかして…ん？ああ、千鳥と初めて会ったの、ここなんだ。風花はなんでここに？家に帰ってたの。最近ちょくちょく通ってるんだ。そっか。なんかさ、風花は変わったよな。初めて寮に来た時と全然ちげえや。そうかな。前は正直ただ気が弱いって風だったけど、今は違ってるよ。うまく言えないけどさ。純平くんも変わったよ。ゆかりっちにも言われたけどさ、それでも俺全然自覚ねえや。この前だってやれ怖えとかカッコつけんなとか一人で騒いでてさ、みっともねえったら。そんなことない。でもマジ怖かったんだよ。てか今でも怖えけど、考えてみたら迷ってる場合じゃないって気づいた。影時間のこと、もし全部忘れたら千鳥のこととかも忘れちまうだろ。俺あいつがいなかったら今生きてないからさ。それだけは死んでもノーだ。怖いと思うのは逃げてないからだよ。誰だって同じ。恥ずかしいことじゃない。ふうか。でもね、だからこそ私みんなを絶対守りたい。本当は影時間だって普通に考えたらすっごい怖いことのはずでしょ。けど私たちはペルソナに目覚めて今こうしてる。この先どうなるかなんてまだ何も決まってないわけだし、今のこの思いに正直でいたいの。今の思いか。やっぱ優しいな、風花は。行くか、みんなで。うん。時間。うん。やっ。あれ。
やった。まだ口の中が。コーヒーはやっぱりブラックですね。豆本来の味が楽しめますし、ブラジル産のは飲みやすくて、キリマンジャロは酸味とコクが強いとか。本で読んだんです。入れ方とかも勉強しました。でもインスタントとあんまり変わらないな。豆が良くないのかな。急に付き合わせてすみません。コーヒーを飲むとリラックスできたり集中力が上がるっていうじゃないですか。そういうのって戦う時にも効くんじゃないかって思ったんです。上手にコーヒーが入れられるようになればいろいろ役に立つかなって思って、もうちょっと研究してみます。改善の余地がありそうなので。すみません、片付けまで手伝ってもらっちゃって。余った分は持ってってください。あんまり口に合わないかもしれないけど。コーヒーどうせなら美味しい方がいいけど、味見するのも僕はあんまり。味がわからないんじゃなくて、小学生が飲みすぎると良くないし、先輩は喫茶店とかでちゃんとしたやつを飲んでそうなんで。できたらまたお願いします。今度はきっともっと美味しいですよ。それじゃおやすみなさい。ありがとう。茶受けの方も好きにつまんでくれ。今日誘ったのは日頃のねぎらいと、君に尋ねたいことがあったからだ。君には入部早々リーダーという大役を担ってもらっているが、何か困りごとなどないか。あるなら遠慮なく教えてほしい。苦労をかけてすまない。私もできる限りの協力はする。しかしリーダーを引き受けてくれたこと本当に感謝しているよ。そして君は見事に務めを果たしている。秋彦の目に狂いはなかったな。カップが空いたな。おかわりはどうだ。ああ、こんな時間か。ずいぶんと遅くなってしまったな。ではそろそろ休もう。ああ、片付けは任せてくれ。今日は話せてよかった。また檻を見て誘わせてもらう。それじゃおやすみ。
お帰り。私だけど、ちょっといい？おはよう。ねえ聞いて、アイギス今日帰ってくるんだって。ミツル先輩から聞いたの。傷ちゃんと治ったみたい。今日は夜になったらラウンジに集合ね。忘れないでよ。じゃね。ついさっき戻りました。ご心配をおかけしました。いやあよかった。丸1ヶ月だもんな。心配したぜマジ。私も万が一のことになったらどうしようって。私は機械ですから、全損したとしても作り直せます。仮に全てがなくなってもアイギスという仕様は残りますから。まあ自分をそんな言い方しなくたって。完治にはもう一周と言われたんだが、無理を言って急いでもらった。明日は大晦日だからな。本当にご迷惑をかけてすみませんでした。ラボの方へはミツルさんが来てくれていました。あの夜のことは聞いてます。いろいろ大変だったみたいですね。お元気でしたか？元気なはずないですよね、こんな状況じゃ。ごめんなさい、私がダメだったから。10年前のあの日、私あなたに。でも私があんなことしなければ、こんな辛い思いさせなくて済んだのに。涼二君が言ったこと、出された選択の答え、もう決めたんですか？お願いがあります。明日涼二君がやってきたら、彼の命を。皆さんがこの先ただ苦しみ続けるなんて、私耐えられない。こんな辛い記憶なら消す方を選んでほしい。たとえそれで今までの思い出や私のことを忘れたって。ちょ、アイギス戻ってくるなり何の話を。本当だぜ、アイギスらしくねえって。そんなのどうしたんだアイギス。私何のためにここに帰ってきたんでしょう。シャドウから皆さんを守るのが私に与えられた務め。でも私じゃ勝てないことがはっきり分かりました。私
どうしてここにいるんだろう。いくら皆さんを思っても涙を流すことさえできないのに。アイギス、どうして無駄と分かってて戦おうとするんです。どうして一つしかない命を苦しいだけの戦いに使ってしまうの。そんな命を投げ出すようなこと私には全然わからない。投げ出す気なんてない。そんな気がないから先を見たくなるんだ。そうだろ。はい、わかりません。命を持たない私にそんなこと。そんな命がどうとか関係ねえよ。私はシャドウから人間を守れと命じられた機械です。でも私の力じゃその命令は果たせない。今の自分が何のためにいるのか私わからないの。でも誰も答えをくれなくて。そりゃ当然だ。生きる死ぬなんてのは人から教えてもらうもんじゃねえからな。誰だってなかなか決めらんねえんだ。オールオッケーなんて選択肢ねえからな。けど生きてる限りは何か選んでかなきゃなんねえ。だから同じに悩んで頑張ってるやつ見ると何とかしてやりたいって気になんだ。その気持ちで俺らは何とか進めんだよ。全然まとまってねえけど多分そんなもんだ。そんなもんですか。アイニスが一人で倒れてたの見たとき私気持ちが痛いほど分かった。今度は私が守りたい。アイニスを忘れるなんて絶対できないよ。フーカさん、目的なんて誰でも見失う。だがそうなったらまた探せばいい。見つからなければ目的を変えたっていい。探すことを目的にしたっていいんだ。偉そうなことは言えないが、この一年で少しだけ分かった気がする。生きるとは変わるということさ。そして決めるのはいつだって自分自身だ。私も変われるでしょうか。もう随分変わってさ。自分で気づかないのか。こうして話しているとまるで本当の人間だ。私に命じられた目的が今わかりました。私は生きろと命じられた機械。命じたのは私自身。怖くても生きてみよう。私は私と約束したから。やり方なんてわからないけど、それも多分生きることなんですね。そうです、きっと。私も皆さんの仲間に入れてもらえるでしょうか。当たり前だろう。ったく、前からだっての。ありがとうございます。私はこれから何があっても皆さんと一緒です。たとえ何があっても。うん、
や、久しぶりだね。もうあと少しで0時、約束の時間だ。0時を過ぎたら僕はこの姿を失って、君たちの触れられない存在になる。答えはもう出てるかい？僕は彼の部屋で0時になるまで待っていよう。どうするか決まったら来てほしいんだ。りょうじくん、そうだ、伝えておかなきゃ。僕を殺すということへの抵抗感で選択を曲げる必要はない。前にも言ったけど、僕はどのみち消える存在だ。死への抵抗感は全くない。変な同情心は無用だよ。じゃあ待ってるから。決まってるだろう、答えは。そうか、みんなの考えを聞こう。聞かれるまでもない。もちろん決まってます。腹くくれてなきゃここ来てないっすよ。私も大丈夫です。僕ももう迷いはないです。私も自分で決めました。気持ちは同じだな。じゃあ頼んだぞ。いいな。いや、この部屋でこんな風に二人で話すのしばらくぶりだね。もっともあの頃はこの姿じゃなかったし、名前も違ってたね。みんなは僕を生かすつもりらしいね。勝ち目のない戦いに命を懸けようとしてる。でも今ここにいるのは君だ。もう一度言っておくよ。僕を殺せばタルタロスと影時間と、そして君たちの戦いの記憶が消える。君たちは明日からごく普通の高校生として目を覚ます。そして何も知らないまま苦しむことなく滅びの瞬間までを過ごせるんだ。でも僕を生かせば避けられない死に怯え続けてその日を迎えることになる。ニクスは決して倒せない。戦うなんて無駄なことだ。迷っているかい？それとももう答えを見つけているのかな？そうか、分かってくれたんだね。常に前を向こうとするのは素晴らしい生き方だと思う。でもだからってそれ以外の生き方が間違いだってことにはならない。どの道が幸福に通じてるかなんて誰にも見えやしないんだ。君と出会えて嬉しかったよ。こういう気持ちが多分幸せって言うんだと思う。今まで本当にありがとう。よう、サーミーノに今日もサボらず学校来てんね。感心感心。つか、もう1年過ぎちまったな。
来年から3年だぜ。高校もあと1年で終わりか。その先なんか面白いことあんのかね。なんかいまいちだよな今の3年見てたってさ。とりあえず勉強だけしてるっつうか、少なくとも面白そうには見えねえよ。いいんかな俺たちもこんなんで。なんか忘れてるっていうかさ。あれ、あの子なんかこっち見てね。つか何気に可愛くね。あんな子この学校にいたっけ。何言ってんの君は。同じ寮の子でしょ。マジ？そうだっけ？え？名前は？そこまでは知らないけど。んだよ、結局知らねえんじゃん。つか寮さ、年度の節目でバタついてて、人の出入りとか最近わかんねえよな。ああ、そういや聞いた？真田先輩、もうすぐ出てくって話だぜ。ボクシング部の真田先輩、知ってんだろ。ほとんど話したことないけどね。そりゃ卒業生は出てくでしょ。霧城先輩ももう支度始めてるしね。霧城って、ああ生徒会長さんか。うちの寮だったんだよな。にしてもなんだろうねあの子。ねえ、なんでさっきからこっち見てるの。何かご用？いえ、なんでもないです。なんかちと思い詰めてる感じじゃなかった。でもしかして俺かお前に気があるとか。ありえないね。相変わらずそういうツッコミ可愛くねえよな。続きまして卒業生当時、卒業生代表 D 組霧城満さん。はい。学園で過ごした最後の年は私にとって大役を拝命しての1年となりました。生徒会長の任を果たすにあたり、私は考え1年前のこの壇上で皆さんに言いました。未来の時間には限りがあるということから目をそらしてはいけないと。思えばこれを考える機会を与えられたのは運命だったのかもしれません。ご存知の方もあると思いますが、私は昨年父を病で失うという試練に。本音を言えば父を失い、私自身もまたこれからを歩む自信を失いかけました。私は一人で立ち向かうばかりを正しいと信じすぎていたかもしれません。誰もがそんなに強いとは限らない。支えてもらわないと立てない時もあります。父を失ってからたくさんの方に温かい言葉をかけていただきました。支え、守られることの温かみを私はここで皆さんに教わった気がします。私はこれからも大勢の方に守っていただきながら、限りある未来の時を歩んでいこうと思います。皆さんと共にこの学園で過ごせたことは、私たち卒業生にとって何よりの宝です。3年間ありがとうございました。なんかしんどそうだな。なあ、あの会長さんでもやっぱ泣いたりすんだな。あれ、
やっぱ来てねえな。ちょっと何？いや、校門で見た子いねえなと思ってさ。卒業式なら来てると思ったんだけど。ああ、来てないの結構いるみたいよ。あんたなんか絶対そうだと思ってたのに、意外。そうか？つか、来年は俺らの番か。なんか焦るな。ユカリッチは進路どうすんの？やっぱ進学？正直まだ決めてないけど。あなたは？へえ、そうなんだ。結構意外かも。さっき会長さん泣いてたでしょ？私もお父さんいないから少しわかるんだ。でも未来の時間は限りがとか言われても、だから何していいかってわかんないよね。理屈はわかるけど、それってやりたいこと決まってる人向けだし。まあやりたいことはさておきさ、お前はいいよな。ほんと誰かとよろしくやってるみたいだしさ。どういうこと？なんでもねえよ、ユカリッチ。けどさ、そんな風に無理にやりたいこと見つけなくてもさ、未来がどうとか言い出さなくても、今日明日だけでも盛りだくさんだよね。ん？まあ盛り上げようによっちゃそうだけど。私思うんだ、人生の時間が幸せ探しとかのためにあるんなら、本当のことを知るだけが全てじゃないって。ガツガツ立ち向かったって疲れるしね。もちろんたまにはやんなきゃなんだろうけどさ、納得できてればいいんでしょ。結局どうやって時間を使ったってさ、今を将来のために使わない人がみんな悪くてバカってことにはならないでしょ。だな、今結構いいこと言ったんじゃねえの。私自身そんなに強くないからね。でも強くないから時々不安にもなる。難しいけどね、なんか結局すっきりはしないからさ。俺なんかしょっちゅうだぜ、不安とか考えたってしゃあねえって。そういう時は騒いで忘れるに限る。あんたらしい。今の時代は気合い入れなくたって生きてけんだよ。俺たちがそうしたわけじゃないしな。ならまったり進行でいいんじゃね。ならもしまったり行けなくなったらどうすんの？そん時はそん時だ。つかそん時のために取っとこうぜ。無駄な気合とかはさ。なあ、そんなわけでさ、カラオケ行かね？我々の前途を祝してさ。それは卒業生の方でしょ。まあそうだね。あなたも来るならいいよ。あんだよその差別。つかお前もう来んの確定な。ジュースおごるからさ、な。
ー